皆さん、こんにちは、こんばんは。武田総流です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは清いですね。清いっていう字もそうなんですが、横線が多い字っていうのはどうしても縦長くなってしまうんですよね。皆さん、基本的にね、字って縦長くなってしまうと子供っぽい印象を与えてしまいますので注意が必要です。横線と横線を詰めて縦線を短くし、左払いとかあればそれを開かせた方がいいんですが、そのあたりのポイントは他の漢字にも使えます。このね、清いという文字をじっくり勉強することで他の文字も上達します。ぜひね、チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録ボタンを押していただき、次からの動画もご覧くださいね。さあ、清い心で解説していきましょう。まずはね、清いのダメパターンですね。いつも通りではありますが、まずはね、さんずいの書き方がね、ポイントになってきますね。さんずいってね、こういうふうに縦に並んではちょっと格好がつかないんですね。三角形の法則って覚えておきましょう。ここはね、二画目を左に出っ張らせるとね、うまくいきやすいんですよね。さあ、二つ目こちら、青いの部分が縦長くなってますよね。これってなぜかというと、横線と横線の間が広がってしまうから縦長になってしまうんですが、もうね、原因はね、こいつなんですよ。これ青の二画目の縦線の横線を過ぎた後の長さなんですよ。これがね、邪魔しちゃうんですよね。よく見ると、こう見てください。上の長さと下の長さ同じぐらいですよね。むしろ頭突き出ている部分の方が長い感じがしますよね。これがね、最も重要なコツになりますね。さあ、3つ目、私いつも言いますね、下半身太っちゃかっこよくなりづらいんですよね。これ見てみてください。月すごく痩せてるし、そんなにね、縦にも大きくないですよね。清いという漢字に限らず、お尻はね、大きくなってしまうと子供っぽい印象になってしまうので注意が必要です。以上のことを踏まえてペン字で解説していきます。さあ、今日もね、双葉書道会のマス目押しを使って解説していきましょう。まずはやはり三水ですね。この段階で結構中心寄りだと思いませんか。で、二画目が左に突き出て三画目元に戻る。ここはね、縦に揃えるようなイメージですね。二画目だけは左に出っ張らせると、三画目は戻るというバランスですね。やはり三角形のバランスになります。ここがね、ものすごく重要なんですよね。横線に対して縦線、頭は長いんだけどここからです。めちゃ短い、びっくりでしょ。こうするとね、横線と横線の間を詰めることができるんですね。でもね、ここにある余白をいっぱいいっぱいに書いてしまうと月がね、大きくなってしまって、やはり下半身太りしてしまうので、ここがね、また2つ目のポイントになります。ここに隙間を与えるんですよ。その分月をね、足短くしてあげるんですね。足っていうか月自体の身長が短くなったんですよね。でね、この身長が低い月、せめて足長く見せつけたいんですよ。そうした場合はね、この横線を上に詰めることでね、ハイウエストにして足を長く見せつけるんですね。こことここの間が狭いっていう感じ。おさらいしながらね、書いていきましょう。でね、この三髄は1画目、2画目、3画目。前、三髄は三角のバランスでしたね。この横線に対して縦線は上長く、お尻短い。横線同士は詰め。月はお尻の方ね、ちっちゃく書きます。せめてね、足長く見せるためにこの横線を上に詰めます。ね、こうやって清いっていう字は大人っぽく美しくなるんですね。さあ、会社と業者の違いですね。ちょっと右上にね、印しておきますが、まずはやはり横線の斜め上がりがバラバラになるんですよね。ここね、こういうふうに書く癖つけましょう。なんか3本の横線って大体こういうふうに書くんですよね。ちょっとね、これややこしいんでこの辺に書いておきますね。こうなっちゃダメ。なんか鼻の穴みたいに見えちゃうでしょ。左は突き出すんだけど右は、ね、出さない。これはね、覚えるしかないですね。行書で書きたい人はね、これぜひ覚えてみてください。さあ、月ですね。やっぱりね、曲がり角のこと、転折とも言うんですが、ここはね、丸くするんですね。で、そこそこにつなげる。これで行書が完成しましたね。楷書と行書がこれで綺麗に書き分けることができます。さあ、続いて筆ペン。さあ、まずはね、楷書なんですが、点画はね、太くしてもいいことないですよ。でね、大人は羽を小さく書く。バシャって跳ねると余裕がない感じがしますよね。で、横線はね、めちゃめちゃ細い。で、縦線はね、ある程度太いんですよ。で、横線細くする。で、横線細くする。特に長い横線はね、細くしたいところですね。太くなってしまうと縦長くなる原因にもなります。横線は細い。縦線は太め。羽は、大人は無駄に長く跳ねない。横線は細く。横線は細く。
がすると綺麗になりますよね。さあ行書です。三髄の行書ね、やっぱり覚えておきましょう。先ほどは触れなかったんですけど、こことここをつなげるだけですね。これよく見ると思います。ぜひね、これを真似して書いてみてください。でこう太くなって、この左上に上がるのは細く書きます。でここで筆ひっくり返ります。でこのままこういうふうに戻って、柔らかくふわふわって書くのがこの書き方なんですね。これちょっと難しいんでね、このくるっとしたところだけもう一回書きましょう。太くで持ち上げて細く、でここで筆がひっくり返る。これが重要なんですよね。わかるかな。ここ筆ペンの先見てくださいね。ここがこっちにひっくり返ったでしょ。筆ペンの裏側使ってるんですね。これしないとちょっと行書書けないかな。うん。で柔らかく書きます。曲がり角は丸くなるっていう感じですね。さあ今日のお筆はね、指の力を抜くっていうことをテーマにね書いていきます。半紙の上にこういうふうに筆を置いてあげるイメージなんですよね。こうやってね、筆を持つ部分、ここを筆管って言うんですが、この筆管の部分をねぎゅーっと握りしめてしまうと、なんかね穂先って浮いてしまうんですよね。今は指の力が抜いているので、穂先が浮かずに書けているんですが、これがねもし、力が入ってしまうと抜けてしまう。これ後で書いてみましょうかね。なんか見てるとわかるかな。フラフラしてるっていうか、もうほとんど添えてるだけ。大筆は添えるだけ。うん。なんか昔スラムダンクだったな。手は添えるだけみたいな。知らないか。本当にね、力を抜くことってスポーツの世界でもすごい重要ですもんね。まあ、試しにね、ちょっと指の力が入ってしまったバージョンで横線縦線書いてみましょう。ギューって握ったバージョン。わかるかな。急に太いとわかるんだけど、なんか線が抜け始めましたよね。穂先が浮いちゃうんですよ。根元に力が入っちゃって穂先浮いちゃうんですよ。そう、これね、ここに力が入ると根元に力が入るっていう法則があるんですよ。これね、覚えておきましょう。さあ続いて行書ですね。行書はね、滑らかに書きます。滑らかに書くっていうことは、こういうふうに曲がり角で止まらずに、そしてね、線はゆっくり書くということなんですよね。ゆっくり書きつつ、川がゆっくりと流れるように止めどなく書いていくんですね。これが楷書と行書の違い。うん、私ね、楷書はロボットダンスのように動かすって決めてるんですけど、行書はね、どっちかというとこう日舞のようなイメージで書くんですよね。ゆっくりだけど止まらないみたいな。ここまでが美文字でしたね。ここからはお遊びタイムです。さあ今日はね、この文鎮、文鎮っていうかこれペーパーウェイトなんですけど、トトロをね込みでデザインしていきましょうか。もうこうね、ちょっとこう囲むようにちょっと可愛くないですか。なんかやっぱりトトロ好きなんですよね。こんだけおじさんになっても、なんかトトロって今見てもね、なんか泣けるよね。泣けはしないか、心がなんか癒されるみたいなそういうのを表現してみました。続いて、ちょっとね、書道の技術を使って、なんかね、書道家っぽく滑らかに、そして繊細なプロっぽい感じで書いてみましょうか。うん。さあ出ました。ここにね、魔法の振りかけを散らします。まあこれやっとけばね、大体かっこよくなるんですけれども、これね、ちょっとね、技術を使ったのは送密っていう技術を使ってるんですね。よく見ると線と線の間の余白が全部不均一ですよね。ここにこう大胆な余白がありますよね。ここが効くんですよね。で、ここの余白を見て、私はここの斜めに走るここの部分の余白は狭くすると決めました。だからここだけで言うと、一番広い、一番狭い、中くらいの広さっていう風に、部屋の広さをね、ちょっとずつ微妙に変化させるっていうことを粗密って言うんですよね。これはね、美文字というよりは書道深く勉強される方向けの書き方なんですけど、まあ、こういう技術をね、習得したいなと思っている方は、概要欄に私がアメーバブログっていうのをね、毎日書いているんですけれども、まあ、そこでね、上級者向きのこういう粗密みたいなテクニックをいっぱい掲載してますので、ぜひそちらご覧くださいね。続いて、なんかね、清いのに清くない感じ表現したいな。アートって何でもいいでしょ。なんか皮肉表現しようかな。この紙に紙をね、紙に紙、違う、紙に墨をつけて書いてみましょう。これよくよく僕やるんだけど、もう誰でもね、こうやって清くない感じ表現できますね。どっちかというと濁流ですね。ちょっとね、今まで清かったね、少年がこう大人になってこう汚い感じになるのを表現してみました。やだねいつまでも綺麗な人間でいたいです。はい、今回は以上です。ありがとうございました。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。清い
うん、まあ、清居に限る話ではないんですが、縦長くなりがちな字って難しいですよね。やはりね、私ね、結構、まあ、理論って結構大事だと思う。今日もお話したんだけど、横線に対して縦線がこう頭どれぐらい突き出て、お尻がどれぐらい突き出てないのかって、これ他の字にも使える考え方だったりしますからね。ぜひね、書いても楽しめますので、お手元に、まあ、ペンとか筆ペンがあれば書き遊んでみてくださいね。まあ、別にね、この動画をね、毎日のように見ていただくだけで字って上手くなるようになってます。書くよりも美しい文字がどういう風にして作られてるかっていうことを知った方がね、絶対美しい字って書けるようになりますので、皆さん比率で言うと書く時間3割、見る時間は7割、まあ、これぐらいがね、十分な割合になってきます。書けば書くほど上手くなるっていうわけではないですからね。まあ、清居といえば、私ね、14年間東京都五国、豊島区のこの五国寺駅から徒歩7分のところで、7分か、まあ、どっちでもいいか、書道教室をね、週に5回やらせていただいているんですね。で、書道教室ってもう本当に幸せなんですよ。老若男女、まあ、うちの教室でいうと6歳からもう、年配の方まで、まあ、全部教えてる、まあ、私大体生徒さんが200人ぐらいいるんですけれども、やはりね、なんだろうな、爽やかな気持ちになるんですよね。毎日毎日子供たちと会ったり、大人の方とお会いして、いろんな会話をしてね、しかも月に3回もお会いするんですよ。友達でも3回も会えないじゃないですか。こんなにね、密な関係を10年以上続けてられるっていうのがね、本当幸せでしょうがないんですよね。で、やはりこう書道をしていくと心ってどんどん浄化されていくんですよ。これ書道あるあるだと思います。だからね、どんどん清らかになる気がする、うん、まあ、だからね、結構ね、私ね、実はね、飲むのは好きなんだけど、夜の街に出かけるの本当苦手なんですよ。で、これなんでかっていうと、なんか普段真面目にやってる人がこう夜とか見ると、こうなんだろうな、悪ぶってたり、なんか変に酔っ払ってる人っていっぱい見るじゃないですか。なんかそういうので僕みんなあんま得意じゃなくて、夜の街に出かけるの好きじゃないんですよね。だからこそこう家で飲んだりすることの方が多かったりするし、なんならこう昼とかのバーベキューとかの方が好きだったりしますね、うん、なんか夜怖いでも昔からそうですね、大学生の時からなんか友達とかに一緒に夜の街行くんだけど、なんか帰りたくなっちゃう。多分ね、こういう風に思ってる方って非常に多いと思うんですよね。家好きっていうわけじゃないんですよね。結構昼出かけるんですよ。美術館も好きだし、公園に行くのも好きだし、いろんなとこ行くの好きなんですけれども、ただ単純に夜が苦手、なんか夜は家にいたいまあ話は逸れてしまいましたが、このチャンネルでは2000文字の常用漢字を大筆筆ペンペン字楷書行書アート、全てのシーンで使える動画を目指しています。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンを押していただき、毎日見ていただけるととても嬉しいです。最後まで長い動画をご覧いただき本当にありがとうございました。これからも何卒よろしくお願いいたします。バイバイ。